どっちの方が推しに弱そう？何も言わん。ねお願いって言ったらしょうがないなってやりそう。どっちの方が寝起き悪そう？二日酔いで頭いってぇなってやってますよ。そうだと思った。分かってないね。私エトラさんに寝起きコールしたのよ。いやそうですよ。え、寝起き悪いのか。低血圧も舐めないでほしい。二日酔い VS 低血圧なんだ。そう。どっちの方がかっこいい？これは納得します。エトラさんは英語がペラペラとか、うん、そう、そういう時ペラペラな感じを教えてくれるから。クラメさんは見た目がかっこいいけどギャップがある。見た目しかないよって言われてもちょっとどうぞ。ネクロ先輩ってなっちゃった。どっちの方が怒った時怖そう？わかる、だろうね。行く時パーン行くからね。エトラさん怒らせたら困る。失禁するわ。どっちの方がビビり？ういちょこいつが一番人から嫌われてるの恐れてるからそういうことか。どっちの方が長生きしそう？よいしょ。おお、タワコ先輩酒めっちゃ飲むからさ、すぐっていうのよ。コマル結構健康食気をつけてるから、そういう食生活も。やはり、おい、早い、早すぎさせるな。どっちの方がエロい？タワコ先輩は不意に見せるエロさが出る。あこれもショルダーバッグをさ、斜め掛けするときにあいつパインの間に挟む人。確かに自然にエロい。確かにね。隙がある感じがね。罪のないエロさ。